ビジネスには全てルールってのがあって、どうやったら稼げるんですかっていう。で、電通が稼げるルールっていうのは、自分のこのエネルギー値を高めるために、自信がないっていうのはね、非常に傲慢ですよ。ふざけてやろうですよ。要はその自信っていうのは、多くの人が勘違いしてるのは、英語だけじゃなくて、このフィジカルまでこう鍛えられることができる。誰か紹介してって言った時に、あ、むしろあなただったら紹介したいっていう人になるっていうのは自分の努力でできるんで。アッシュレディオ、さあ始まりました。久しぶりですね。いやー、よろしくお願いします。いやー、待ち望んでました。ええ、はい、なんで待ち望んでいました。待ち望んでました。はい、はい、何か来てますか。現在24歳の慶応体育会卒メガバンク勤務です。現在は証券会社の投資銀行部門への転職を目指し日々頑張っています。質問なのですが、アシャさんは社会人の間彼女がずっといましたか？成功するにあたり彼女の存在がどのような影響を与えるかを知りたいです。私はアシュラさんのようにイケているビジネスマンになりたいです。そのためには彼女を作らず土日も勉強をし、自分のレベルアップに専念したいと考えています。素敵な彼女を作りたい気持ちはもちろんあるのですが、まだ自分の男としてのレベルが足りておらず、まずは仕事や自己研鑽に専念したいと考えております。これは偏った考え方なのでしょうか。時間を基本すべて自分のレベルアップのために割くことを念頭に置きつつも、適度に遊ぶときは遊び、素敵な彼女ができそうならば交際をした方が良いのでしょうか。本当に良いパートナーであれば、彼女のために時間や脳内のリソースを一部割いたとしても、トータルでは自身の人生にプラスになるのでしょうか。ぜひ教えていただきたいです、という質問をいただいております。なるほど、いい質問ですね。ぜひまずはね、アシュラさんの回答から。なんか彼女をどうするか仕事をどうするかみたいな、多分そのバランス論じゃなくて、そうせざるを得なくちゃいけない環境に身を置くってことが一番大事だと思うんですよ。だから仕事を本気でやらなくてはいけない環境に身を置けば、彼女とか言ってる暇ないよね。でもそれは仕事をやらなくちゃいけない環境ではないのに、じゃあ自分は彼女を作らない方がいいのかっていうのは、別に遊んでもいいし、何してもいいんじゃないっていう。だからあんまりなんかその自分がの意思をコントロールしてっていうんじゃなくて、もう環境に自分をぶち込むっていうのが一番大事だよね。なるほどですね。確かにです。なると、アシャさん、電通時代はどうだったんですか？仕事と、例えばその。電通の時は、要は電通の、そのビジネスには全てルールってのがあって、どうやったら稼げるんですかっていう。で、電通が稼げるルールっていうのは残業代なんですよ。仕事のクオリティを上げることではなくて、残業代を伸ばすことによって稼げるんで、残業をたくさんして、残業をして稼いだお金で遊びに行くっていう。だからその仕事の中身は関係ないんで、だから僕はもうめちゃめちゃ遊びに行ってました。おー、なるほど。でもそれはまあ残業代稼ぐっていう、まあ、仕事頑張り、遊びに行くっていうのはその、まあ、彼女かどうかわかんないですけど、まあ、いろんなところで遊びに行くということですね。なるほど。そう思います。だからなんかその、彼女を作らないみたいなことが美しいとも思わないし、なんかわざと彼女を作らずになんか土日も本を読んでるみたいなことも美しいとは思わないし、やっぱ自分がちゃんと熱中できる環境に身を置くっていうことがなんかもっと美しいんじゃないですかね。なんか質問者の方からのなんか感じ方だと、仕事ができてる男だからかっこいい、だからその彼女もできるっていうような感じ方もあるのかなと思ったんですけど。ああ、いや、まあ、彼女というかのは、なんかできる時にできますよ。だからなんかあんまり彼女を作ろうとするっていうのもなんかおかしいし、でなんか別に彼女じゃなくても、デートしたらデートすればいいし、っていうみんなちょっとジャンルを分けすぎ、仕事もデートも僕からすると全部一緒で、自分のこのエネルギー値を高めるためになんかやることをなんか やればいいんじゃないっていう。だから自分のエネルギー値をうわーって高めるために、仕事で燃えるって言うなら仕事をやればいいし、その恋愛することの方が燃えるって言うなら別にそれやればいいし、っていうことじゃないかなと思うけどね。自分のエネルギー値をどうやってこう強く高めていくかっていうことだけが大事な気がします。それがそのエネルギーが仕事に向いたら仕事の成果が出るし、それが恋愛に向いたらその恋愛の成果が出るんじゃない。例えばその仕事を猛烈にやってる中でも、例えば週1回その例えばじゃ彼女とデートをする、この日があるから残りの仕事を猛烈に頑張れるっていう側面もあると思うんですけど、それは全く分かんない。ああ、なるほどですね。なんかある？僕はあります。あ、はい、僕はなんかそのそれってさ、
彼女とデートするから仕事を頑張れるっていうことは、うん、それ仕事に対してその熱量はないんじゃない、そもそも。ああ、なるほどですね、はい。だったら彼女との熱量が高いわけでしょ。仕事の方が高いんですけど、うん、その、なんだろう。まあ、彼女との時間が、例えば非日常だとしたら、うん、その時間が、なんか、ある意味リラックスになって、また仕事頑張ろうと思うっていう。ないかな。モチベーションが上がるみたいな。ないかな。ないですね。なるほど。ないです。うん、僕の場合は。はい。他に質問ありますか、うん、はい、次の質問に行きたいと思うんですけども、学生です。どんな場所でも自信を持って振る舞えるようになりたいです。いろいろなコミュニティに飛び込むことが好きで、留学を機に海外に行ったり、また学外のコミュニティにもいくつか参加しています。そのために上には上がいると、打ちひしがれる毎日でメンタルが上下します。どのように思考し、振る舞えばよいのでしょうか。よろしくお願いいたします。という質問があります。なるほど。自信がない。はい。自信がないってのはね、非常に傲慢ですよ。ふざけてやろうですよ、うん。要はその自信っていうのは、多くの人が勘違いしてるのは、自分の能力を信じることが自信だと思ってるんだけど、うん、自信っていうのは自分の可能性を信じることなんで、うん、能力がないってことを早く認めた方がいいんですよ、うん。で、能力がないってことを認められない人が自信がない、自信が持てない、自信が持てないって言ってるんで、そんな学生だし、世界一じゃないんだから、自信なんかあるわけないんですよ。その自分、能力に対するね。うん、だから、今の能力は全くないですよと。これも劣ってますし、これもできない、これもできないけど、なんか自分の将来はもっと良くなるんじゃないかなと思ってますっていうのが自信だから、うん、可能性を信じる、可能性を信じるっていう、だからその可能性を信じてもいいんじゃないですか、ね、うん、だからなんかこう、ただそのできないことなんかすぐ見つかるんだけど、その中でこの人はできないけどこれ自分できるかもなっていうところがたくさん見つかると思うんで、そういうところを見つけた方がいいですよ、うん、人ができない、人が大変なんだけど自分にとっては楽っていうことがあなたの長所なんで、うん、そこを見つけられるといいですよね。なんかそのあんまりその質問者の方はその交流会とか行った時にあんまり話しかけられない、交流会というか、そうですね、多分今ひよっちゃうというか、なるほど、うわ気持ちはめちゃめちゃ、その大学のサッカーコミュニティでもなかなか一番にはなれないし、うん、じゃあサークルのコミュニティ行ってもなかなかこう目立てないし、うん、こっちのとこ行ってもなかなか目立たないしみたいな、うん、で場に入っては行きたいけども自信がないってこと、うん、うん、でそれはねその自分がこうスパイクできてるっていうことがすごく大事で、つまりその、うん、自分とコミュニティのレベルっていうのがあるんですよ、はい、で、あ、それ難しいですね。例えば、うん、じゃあいきなりね、その学生の人が年商100億円の会社をやってる大企業の社長のコミュニティに一気にバンと入っても、それはなんか自信を失って帰ってくるのが分かるから、でもその人が偉くなるとか偉そうにするとかっていうことじゃなくて、ちゃんと自分が息を吸うようにこう人のためになれるっていうコミュニティがあればいいと思うけど、うん、確かにそうですね、うん、確かに。だからレベルを上げるっていうことだけが幸せじゃないから、うん、ちゃんと自己表現ができるっていうところを自分で探していったらいいんですかね、うんうん、次いきますか。次いきましょう。あ、それでいうとビーツ、この間ストーリーに海外1店舗進出します、今年みたいなことがあったと思うんですけど、そこについてちょっとなんかこう気になってる人だって、どこのエリア行くんだろうみたいな。なるほどね、うん、フィリピンってことです。おお、フィリピンなんすね。もうミライズがエグいことになります。ミライズって、フィリピンにある社会人限定の、留学施設で、で、遊びに来た学生みたいな人がいないんですよ、うん、だから1週間休みがあるって言ったら、よし語学留学に行こうっていうような社会人なんで、はい、まあいい意味で、その意識がすごい高い方がすごく多いっていう。うん、で、そこに、つい先一回日本食レストランがオープンして、マッサージ屋さんをミライズもう一個経営してて、で、その隣に、ランドリー屋さんがあって、うん、で、8階建てで8階が学習スペースで、ここはもう全部宿みたいな。うん、ホテル付きの、なんか、で、1日7時間マンツーマンしてくれて。で、そこに、せっかくその、1週間とか、1週間から行けるんだけど、うん、で、それ1ヶ月、2ヶ月行った時に、英語だけじゃなくて、このフィジカルまでこう鍛えられることができるっていう。はい。で、そこにビーズ。なるほど。で、まあ、フィリピンで、現地の、すごい素敵な女性エナジストっていうのを採用しようと思って、今、動いてるっていう。なるほどですね。すごい。めちゃくちゃ面白いです。脈を上げます。じゃあ次。
なんかアシャさんの運命論みたいなのちょっと深掘りたくて、うん、ちょっと系統変わりますけど、うん、運命論みたいな、僕はいつもあの僕が前に MC やってた時にあの君全部自分の努力やってきたと思ってるけど全然全部運だよみたいなことを言われて、うん、そこから僕はすごく運のことを考えるようになったんですけど、アシャさんはなんか全て僕は運命に支えられてるみたいなそういう側面もあるように僕は見えていて、そこについてどういうきっかけでそういう風になってどういう運命、どこが努力でどこが運命なのかみたいなことをちょっと哲学チックなお話を、まあ努力はその運の確率を上げるためのもので、うん、ただ結果どうサイコロのどんな目が出るかはもう完全に運だよねっていう、っていうだけの話、うん、で、まあ多くの人が自分が努力したからそういう結果が出たんだって思いがちなんだけど、うん、努力したのは事実なんだけど、その努力と結果っていうのは必ず紐づかないんですよ、うん、だってめちゃめちゃ頑張ってる人が世の中めちゃめちゃいるし、じゃあみんながめちゃめちゃ頑張ったからみんな結果出るんですかって、そうじゃないんですよ。ただその日本の学生教育は比較的努力と成果ってのは比例しやすい、うん、特に勉強とかはどれぐらい勉強したかで、どこの志望校に行けるかどうかって決まるから、まああれは比較的その努力と成果ってのは結びつきやすいんだけど、うん、でも世の中のものって努力と成果って結構結びつかないんですよ。うん、確かに。だから成果が出ないと努力をやめちゃうっていう人が、あの社会に出た途端にいきなり増えるんですよ、うん、でもどこまで行ってももう全部運だし運命だし、うん、出会いだし、もう全部コネなんで、うん、コネをちゃんと大事にしなくちゃいけないんですよね、うん。だから、じゃあ原田が紹介してくれた人がたまたまこんな人だったとか、うん、たまたまあそこで会った人がたまたまこんな人だったとか、っていうことなんですよ、世の中全部、うん。だからなんかその、僕が昔から、あの、チームにも言うことが、じゃあその、自分がどうなりたいのか、何をするんじゃなくて、自分が何者になりたいのかっていうことをやっぱ大事にしていかないと、それがやっぱ人格だし、で、人格が、あの人間と人間のコネクション、コネを作るわけだから、だからそこに結局助けられてるわけですよね、うん、でみんなそれをこれまで例えば親っていうのも自分のコネなわけじゃん、コネっていうかなんか、うん、そう、うん、運命なんです、まあ、そうですね、そう親に育てられた、うん、ってことは人間関係をちゃんと大切にしなくちゃいけないわけ、うん、で親が学校に入れてくれたって言ったらお金を大事にしなくちゃいけないわけじゃん。だから金とコネってのはめちゃめちゃ大事だってみんな分かってるのに、うん、いや金は金が金金言ってるとおかしいとか、いやコネがあるやつはずるいとかじゃなくて、うん、金を大事にしてコネを大事にすることだけが運が良くなる方法だから、うん、だから金とコネを大事にしたらいいんじゃないですかね。そういう風に捉えられるようになったのって、そのなんか何がきっかけだったんですか。生まれたすぐなんかまあ幼少期からそういうなんかなんか考え方がもともとポテンシャル的にあったの か、 なんかその何かきっかけでそうなんだっていう、いやでも最近じゃないかな、最近になってやっぱりなんかその特に、うん、あのいいことが起きた時、特にいいことができた時に、うん、僕はやっぱその自分をすごい客観的に見れるんですよ。自分がどの立場にいるのか、うん、どのポジションにいるのか、どういう相関図にあるのかっていうことをこう、うん、ピッチの上からこう見れるタイプの人なんで、うんうん、だからそのいいことが起きた時に客観的にアシャのことを見てるわけですよ、はい、わーこれすげえなっていう、よくそんなよくそんなできたなっていうだけの話じゃないですか、はい、だから僕アメリカ行って、うん、俳優を始めてオーディションの機会をもらえてそれに合格するみたいなのも、うん、もちろん自分の実力っていう捉え方もできるんだけど、うん、でもそれあのこの人に出会ってなかったら絶対そのオーディションにたどり着いてない。ああ、はいはい。でもこの人に出会ったアシナマジすげえなって僕は思ってるから、うん、どこ努力したらどうしようもないじゃん、うん、っていう。確かに。でハリウッドの時なんかももう全くなしで、まあ、なしというかその現地でなんかそのそういうなんかハリウッド俳優のお友達がいるわけじゃなく、もうすぐ行かれましたもんね、うん、何もない状態で。そう、でもそこに行くっていうのもすごいですし、でもその運命とかやっぱ信じてないと行動できない。まあだからそれはなんかまあその運命を手繰り寄せるための実力であり努力なんだけど、じゃあしっかりと自分があの過去にそのずるいこととか悪いことをせずにちゃんと頑張って実力に向き合ってきたっていうこととかをなんとなくみんなこのあの電磁波レベルで感じてるんですよ。この人ちょっと嫌な嫌味たらしそうな人とか、
あ、この人なんかすごい裏表なさそうな人とかっていうのを、みんながこの波動レベルで少し感じていて、はい、で、それって自分の努力でそれできるわけじゃん。うん、ずるいことをしないとか、悪いことをしない、嘘をつかないとか。で、それをやっていくと、じゃあ僕アメリカ行った時とかは、あ、アシダさんがアメリカ行くんだったら、僕知り合いの方にこういう俳優やってる方がいるんで、もしよかったら会ってみませんか、うん、って言って会えたっていう。でも、それは、ここまでは努力だけど、はい、それはもう最後はもう運でしかないから。でもそこの運を掴み取るまでの実力みたいなのは、こう自分でちゃんと作り上げなくちゃいけないし、うん、作り上げられるもんだよね。うん、だからよく言われるその平静って言われる、普段からお前どうなんだっていうのがやっぱすごい。ああ、大切になってくる。そうですね、確かに。普段からなんかわけのわかんないことあって、人に対して失礼なことして、店員さんにもすごい失礼な態度を取ってるやつ、うん、取ってる男友達がいて、うん、ね、ちょっと原田誰か、いい女の子紹介してよって言っても、いや、お前には紹介できないな。できないですね。で、はい、なれるかどうかです。うん、だから、誰か紹介してって言った時に、あ、むしろあなただったら紹介したいっていう人になるっていうのは自分の努力でできるんで、うんうん、そういうところはやっぱ磨いていかなくちゃいけない。確かに。で、その努力をしてないのに、なんか、あの人は金持ってるからだとか、あの人はコネがあるからだとかっていうのは、違うよねっていう。そうですね。金もコネもやっぱ自分で作るもんだから、うん、やっぱそういう自分でできる努力っていうのは、いや、大切ですね。大切にしていかなくちゃいけないですね。はい、積み重ね。積み重なっていきましょう。